ステッキ戦争はヘルベティア共和国のスイスにおいて1802年に勃発した共和国派と連邦派の内戦。連邦軍の勝利の結果、ヘルベティア共和国の解体、フランス軍の新規の統治、及び最終的には1803年2月19日のナポレオン朝廷法をスイスにもたらした。戦闘そのものは主として農村部から出てきた反乱軍と ヘルベティア共和国の正規軍との間のものであった。ステッキの名称は、反乱軍で用いられた間に合わせの武器としての、棍棒に由来する。ルネビルの和約以降、1802年の夏の間に、フランス軍はスイスを去ったが、その結果スイス国内は、急速に情勢が不安定化した。中央スイスに橋を発し、チューリッヒやベルンの諸都市、アールガウやゾロツルンのスイス平原を中心として、 発生した暴動によって、正常の不安定性は頂点に達した。戦争は8月28日に、ピラトゥスのレンク峠での交戦に始まり、9月に、ベルンとチューリヒへの大砲射撃、10月3日には、ファウクで小競り合いが続いた。ヘルベティア共和国軍は、装備が貧弱で、士気も低く、何度かの敵対的衝突の後に、共和国中央政府は9月18日に、 軍事的に降伏し、ベルンからローザンヌへ撤退した上、そこで完全に崩壊した。政治は、各州政府と守備率に置かれた連邦議会に引き継がれ、連邦議会はアロイス・フォン・レデ,ディンクが主導した。フランス統領政府第一統領ナポレオンは、スイスの不安定な情勢がヨーロッパ全土に拡大することを懸念し、封建主義諸勢力の間の和解を交渉する、全権を得た。 ナポレオン朝廷法は反乱軍の要求に譲歩し、ヘルベティア共和国の中央集権的な体制を破棄してより連邦的な方法を取ることとした。同時に、スイスの自然な体制は連邦制であり、他のいかなる体制を強制する試みも賢明ではないと表明した。フランスによるスイスへの介入は1802年5月25日に、 フランス、イギリス、スペイン、バタビア共和国の間で結ばれたアミアンの和訳に対する違反となり、イギリスが1803年5月18日に対フランス戦を再開する口実となった。フランスがスイスの内政に介入することで、イギリスのヨーロッパ大陸における地位の低下につながるというイギリスの懸念が現実のものとなった。イギリスは大陸諸国の内紛に関しては、 中立のままでいようとすることが多かったが、ナポレオンのフランスによる行動が現状の枠組みを脅かし、イギリスの経済的な優位を危機にさらすと思われたのである。フランスの仲介によって発行したナポレオン朝廷法がスイスの秩序を覆すことは特になかったが、フランス共和国の侵攻以前に存在していたスイス政府の伝統や生態の多くが復活したことで、 フランスによる外国への干渉を禁止したアミアンの和訳に対する事実上の違反となった。フランスの行動に対する市民の反応について特筆すべきはイギリスの詩人ウィリアム・ワーズワースの詩、スイスの征服についてのイギリスの考え方がステッキ戦争をめぐる出来事に直接触発されたものとして挙げられる。この時代のワーズワースの詩はイギリス大衆が しばしば魅了されると彼が考えていた安易な神話主義への答えであったが国の場所と国の政治が異なってしまうことについての彼自身の経験をスイスの征服の中で結びつけている。ワーズワースはフランスによるスイスへの介入を革命哲学の否認とみなしイギリスがフランスに対する戦争を継続すると宣言したことを指示した。ただし、 フランス革命によって最初に主張された諸価値への共感は、ワーズワースはまだ持ち続けていた。ありがとうございます。